マサチューセッツはアメリカ海軍の戦艦、インディアナ級戦艦の2番艦。艦名はマサチューセッツ州にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。マサチューセッツは1891年6月25日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港し、1893年6月10日にレーラ・ハーバートによって命名、浸水。 1896年6月10日に、初代艦長、フレデリック・ロジャーズ大佐の指揮下収益した。1896年8月4日に、成長公会に出航したマサチューセッツは、大西洋岸中部で大焼け身及び公会訓練を11月30日まで行い、その後ニューヨークでオーバーホールを行った。1897年2月12日から2月20日まで、 サウスカロライナ州チャールストンを訪問し、その後5月26日にニューヨークを出港、2日後にその名の元となったマサチューセッツ州ボストンに到着した。同地では6月16日にマサチューセッツ州の盾型の紋章の贈与を受け、翌日には勝利の彫像を贈与された。マサチューセッツはセントジョンズに向けてボストンを6月19日に出港。 6月23日に到着した。6月28日には、大西洋に向けて出港し、続く10ヶ月にわたって、フロリダ沖で、北、大西洋艦隊と共に艦隊訓練を行い、東海岸の港を訪問した。1898年3月27日に、マサチューセッツは、ハンプトンローズで、遊撃艦隊フライングスカトレンへ参加し、キューバの封鎖を命じられた。 マサチューセッツは5月13日にバージニア州ノーフォークを出港し、キューバの支援フエゴスに向かった。5月22日に到着すると、海上封鎖任務に従事する。5月31日の午後、戦艦アオア及び巡洋艦ニューオーリンズと共にサンティアーゴデクバ入り口の要塞に向けて砲撃を行い、スペインの巡洋艦クリストバルコロンと砲火を交わした。敵艦は、 サンティアーゴの内湾に退却した。その後マサチューセッツは7月3日までサンティアゴ機を偵察巡航し断続的にスペイン軍への砲撃を行った。7月3日に石炭補給のためグアンタナモ湾へ向かう。サンチャゴデキューバ海戦に参加しなかったマサチューセッツは7月4日にステーションへ向かい戦艦テキサスが巡洋艦。 レーナ・メルセデスを7月6日の深夜に座礁、降伏させるのを支援した。その後7月21日から8月1日まで、アメリカ軍がプエルトリコを占領するのを支援し、任務終了後期間8月20日にニューヨークに到着した。続く7年にわたってマサチューセッツは北、大西洋艦隊の一艦として、大西洋岸及び東部カリブ海を巡航した。 1904年5月27日から8月30日まで海軍兵学校生の訓練官としてニューイングランド沖で訓練任務に従事し、その後ニューヨークでオーバーホールを行った。1905年1月13日にニューヨークを出港しカリブ海で艦隊訓練を行い、そのまま作戦活動に10時5月にニューイングランド沖に向かった。 1905年11月12日にニューヨークに入港し、不活性化オーバーホールの後1906年1月8日に退役した。マサチューセッツは1910年5月2日に海軍兵学校生の夏季訓練に従事するため限定的に最終役した。続く4年にわたって3度の訓練巡行を行い、そのうち2回は西ヨーロッパでの巡行であった。 その後1912年9月に大西洋予備役艦隊入りする。大統領の関越を受けるためニューヨークへ向け10月5日から16日まで短期の航海を行った後、フィラデルフィアに戻り1914年5月23日に退役した。マサチューセッツは1917年6月9日にフィラデルフィアで最終役した。10月9日に出航し15日に、 ロードアイランド州、ニューポートの海軍訓練基地に到着、予備役兵を上官させ、ブロックアイランド1で砲撃訓練を行った。砲撃訓練は1918年5月27日まで行われ、その後フィラデルフィア海軍工場で補修が行われた。1918年6月9日に、大西洋艦隊第一戦艦部隊 A 部隊に配属され、 バージニア州ヨークタウンへ向かう。その後第一次世界大戦が終了するまで、チェサピーク湾及び大西洋水域で重火砲砲撃訓練艦として訓練任務に従事した。マサチューセッツは1919 19年2月16日にフィラデルフィアに帰還し、3月28日に2号沿岸線観光ストバトルシップナンバー2へと艦首変更された。 マサチューセッツは1919 19年3月31日に退役、1920年11月22日に除籍され、標的艦として陸軍省に対応された。1921年1月6日にフロリダ州ペンサコラ湾で砲撃訓練の標的となり、船体はホートピケンズの方によって4年間にわたって砲撃を受けた。 その後1925年2月20日に海軍へ返還され、スクラップとして売却されることとなったが、引き取り手配なかった。1956年11月15日、船体はフロリダ州の所有物と宣言された。1993年、マサチューセッツ船体の水没地点は、フロリダ州海中考古学保護地域に指定され、人口岩礁とされた。 ありがとうございます。